はい、どうも、はるばばです。今日もですね、クラッシュオブクラやっていこうと思うんですけども、こちらね、大工の拠点なんですけれども、まあね、トロフィーをちょっとね、ご覧いただきたいと思います。こちら !4317! やばないこれ。まあまあまあ、今ね、そんなに高くないんですけれども、昨日リーグリセットがあって、今ね、かなりみんな低い状態なんですけれども、さあ、こちらご覧ください。今、私ですね、なんと、ロカランに入っております。はい。やばないこれ、69位よ。いやね、今ね、まあ基本的に対戦を、この人とかね、5200ぐらいの人なんよ。なので、別にね、このトロ隊だからって、全然まだまだサクサクいくだろうっていうことではないです。まあ、基本的にはクラロワラと一緒ですね。はい。リーグリセット後は、トロフィー低いところでも、こういうね、強い相手が出てくると。うん。でさ、この今ね、硬化戦画号っていうのをよく使ってるんですけれども、これをね、今回ね、ご覧いただこうと思います。はい。とりあえずね、この 100% の、ドヤ顔リプレイをね、ご覧ください。はい。まあ、こんな感じでサイド削りからのスタートなんですけれども、いやね、今ね、本当にね、硬化戦画号はね、めちゃくちゃね、強いと思いますね。基本的にはババボンかボンパチなんですよ、みんな来るのは。ただし、これ見て、最初に画号を数体出して硬い施設ね、に対しては画号を数体出してロングショットで攻撃した後に、ロングショットが終わる頃に硬化戦を出すと。そうすることによって硬化戦がすぐにね、内部にグイグイ進軍できる。で、4体にして3体を先出しして、後から1体を出すことによって、この今中央にいるね、硬化戦なんですけれども、だいぶこれほらヒットポイント満タンの状態で中央に来ることができる。これね、マジでね、今強いです。でも最後の方はもうなんだ、ヒーローでさ、ターゲット取りながら、ターゲット取りつつ、なるべく硬化戦のね、生き延び、延命させつつ行くと。そうすることによって硬化戦が死んだ後にガゴの群れが残るんですよね、きっちりと。はい、この状態ではもうほぼあれですよね、全開ですよね。なんだろう、このガゴの量がね、かなりね、えぐいです。えげつない量残ってるので、これが前回の一応ね、硬化戦ガゴの取り方なんですけれども、まあね、大体ね、まあね、敵がきつくなってきた。もう敵がね、きつくなってきた。フルカンとかだとなかなかね、やっぱね、パーセントが伸びないんですよね。うん。じゃあ、なんだろうな、こう、まあこれはね、前回なんですけれども、まあフルカンではないんですよ俺。基本的にはまあこれはレベル6、まあバーナーだけね、上げたんですけども、基本的にはレベル6が多いのかな。うん、レベル6かな、ほとんど。これはレベル6で、これだけレベル7か。で、ロケット花火レベル5 レベル6。ほんとね、大してね、レベル高くないので、ちょっとね、このね、フルカンの人たち相手にしてると、今ね、ちょっと厳しい状況なんですけど、まあなんとかね、ロカラン69位ということで、今シーズンに関しては、ほんとロカランをね、維持していきたいなと思っております。はい。で、俺の最高トロフィーがこちらですね。5164。結構高いでしょ。結構頑張ってる。うん。じゃあ、前シーズンも、あとね、50か60ぐらいで、確かね、ロカラン乗れたんよ。5200ちょいからが、なんかロカラン200位だったの。だから、いや、まあ地道に行こうかなと思ってたところで、リーグリセットが来てしまって、びっくりして、やべえって、で、乗れずに終わったというところなんですけども、今シーズンに関してはね、ちょっとガチっていこうかなと思います。はい、というわけで、今日はですね、こちらの編成、うん、硬化戦画号をね、やっていこうと思います。硬化戦が2枠の、画号は3枠ですね。さあ、行きましょう。ポン。さあ、これもう見て、これ。このクラッシャーとかさ、うわー、対空地雷、えぐい。ちょっとどうしようかな、これ。えぐいのはいいんだけど、なるほどね、配置がね、やばいんよな、この辺。とりあえずこれ1体出してくっていうね。ここもなんか、射程短い、速射のアーチャータワーですから、出しときつつ、これ一回ここ壊して、このね、この時計台が硬いんですよね。これがあることによって、硬化戦が前に進んでいかないので、1、2、3、4、5を出して、こっちも出しちゃおうか。で、この後に硬化戦出す。そうすることによって、ガゴはちょっと若干ターゲット取られてますけど、そうすることによってきっちりとおっと出し忘れた。おい、やべやべやべ。そうすることによって進むはず。ちょっと待って、ちょっと下手だな俺今。下手ってますちょっと、ガゴが対空地内に狙われてる。ちょっと待って、ガゴを狙うんじゃない。よし、いいよ。とりあえずヒーローはどこ行った。今回ね、ちょっとね、下手ですね。単純に言って下手今回。まあいいでしょう。とりあえず、ちょっと厳しいか今回。配置が強い相手に対して、こういうね、こういう下手なプレーをすると、やばいんですよね。全然パーセント伸びないっていう。しゃあない。しゃあないね、これはね。うわー、最悪。最悪なのよ、56%。さあ、どうだ？あ、まだ生きてる。あ、いないよね。
いや、これどうなんだ？向こう、ちょっとどうなんだ？ちょっと一回見てみよう。いや、絶対負けてると思うけどね、これ。超なんか下手くそだった、今。おっと、出た、時間かけ系男子。これは良くないな。ちょっと待てよ。これどうなの？なるほど。あそこのね、ここ穴開いたところから、一気に進軍しようという手なんでしょうけども。さあ、クラッシャー頑張れ。うわー、気が荒れか。あれ、ヒーロー20レベルだって。いかついな。これはやられたか？さすがにちょっとこれやられたパターンじゃない？おっと おい、やめろ。チクチク歌やめろ。まあ、落とせないでしょ、これだと。え、これな、謎に勝った。よかった。危ねえ。まあ、こういうね、まあ対戦ですから、別に 50% だからといって負けとは限らないと。危ねえ。ディアーって来てくれてよかったわ。さあ、もう一戦ぐらい行きましょうか。回復しときましょうかね。回復しちゃって。さあ、行きますよ。最後。だんだんこうね、だんだんこう敵が出てこなくなるっていうね。こうチャットも出始めるっていう。これなんか、やっぱ一緒なんだよね。クラクラのさ、そのフィルムラとさ、その、トロフィー体が高いと敵が出にくくなってくるんですよね。さあ、出てきた。うわ、えぐい。何これ。フルカンやん。もうね、きついんよな。やっぱ防衛はね、俺もね、上げなくちゃいけないんだよね、実際ね。これだとね、もう勝てない。どうしようか、どっちからいこうかな。とりあえず、これも真ん中にあるな。その、銃砲とかもね、うざいんだけど、あ、これでもあれだ、あの風船がね、風船じゃない、ロケット花火がね少ないから上から行きましょう。ちょん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 、これで、はいはいはい、ではですね、ヒーローがね、中にね、なかなか入れないんですよね。ここはやっぱ敵だから攻撃がいいです。よし、そうそう、効果線がね、真ん中の効果線がやられる頃に最後の効果線を流す。じゃあさあ、届け、頼む。ちょ、ヒーローが入れない、中にヒーローが中に全然入れない。効果線頑張れ、ターゲットをしっかり取れ、しっかり頑張って取ってくれ、しっかり、まだ、もうちょっと、よしよし、ファイヤーじゃねえ、バーナー当たってない、オッケー、バーナー当たってないぞ、よしよし、倒せ、おお、やべ、銃砲も強い。まずこれはちょっとまずいな。いや、きついな。どうしようかな。こっからパーセントをどうやって直せばいいんだという、どうやって伸ばせばいいんだという話なんですけれども、これはね、この、あー、違うよ、そこじゃない、そんな硬い施設になるんじゃない。ここを2人で狙ってがよかった。 58%、 今回はちょっと若干きついんじゃないか。さすがにやっぱりね、あの勝ちのラインっていうのが 70% ぐらいなんですよね。まあ 75% ぐらい取れれば間違いなく、まあ勝てたかなっていったところなんですけれども、さあ、今回はどうでしょうか。負けると思うけど、俺は。これどうだ。お、待って、これタウンホール守ったぞ、ビルダーホール。よっしゃ、ロガパーセントで負けたけどね、星2なので勝ちですね、これ。よっ、すげえ、ヒーローカンストだぜ、みんな。やべえ、ヒーローこんなレベル低くて、まあ基本的にユニットレベルは俺こんな感じなんですよ。うん、あの硬化繊化合しか使ってないから今、とりあえず硬化繊化合しかレベルマックスじゃない。で、今ね、徐々にヒーローを上げてる途中なんですけど、12ですね。いや、ちょっと待って、これ、6から何位これ。やばない？何位？ 50 位内入った、もしかして。おっと！ 43 位！これ待って。43位よ、これ。6から43位ってやばくない？もう一回勝てば4400になるじゃん。4400になると、この29位とかなってきますね。さすがにちょっと頑張ってるって話でなってこない？しかも防衛このさ、レベル1個隠した状態で。さあ、行きましょうか。負けても勝ってもこれで終わりにしよう。最後、負けたくない。弱い相手来てくれ。でもこの辺もうね、弱いって出ないんですよね。ガチプレイヤーしか出ないから。さあ、お、でも施設は、完璧ではないですね、この人。あー、でもね、この配置ね、結構ね、きついんだよね。さあ、どうしようかな。こっちから、ちょっとパーセントを残すので、3体ぐらい残しておきましょう。さあ、このサイド削りからの、やっぱこのね、先出しがね、強いんですよね。大きくして、ちょ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 ん、届かないところはそろそろ行こう。
よし行こう。いやー、3体ぐらい残したい。よし、オッケー。よし行こう。いいぞいいぞいいぞ。よしよし。ちょっと高架線が分裂してる。危ないこれ。まとめて、おまとめキャンペーンでやるのが一番辛い。高架線がね、束になっちゃう、団子になっちゃうと、これね、持たないんだよね。あ、やべ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 。やべやべ。これあ、ビルダー落とせるか、落とせるか。頼む、頼む。頑張ってくれ、頼む、頑張ってくれ。頼む、頑張ってくれ。ビルダーを、ビルダーをなんとか落とすんだ。頼む頼む頼む。そう、いや、まだガーゴは生きてる。ガーゴは生きてるぞ。まだよし、なんとか落とせ。そっちから行くな、そっちから。なえ、なんで回んのこんなに。ええ、え、ちょっと待って、なんであんなに回んの。ちょっと待って、回んな回んな。 そんな回る、そっちから。そりゃそうだろう。よし、オッケー。とりあえず 43% か。これ絶対負けたな、これ絶対負けたパターンだな、これは。さすがに一体で潰せればまたね、ちょっと 50% 狙えたのかなと思うんですけれども。おっと、これはまさかの、おっと、47。あ、でも 50% はきついか。これはさすがにね、負けですね。ミスりまくってんな。まあまあまあ、しゃあないでしょ。負けでもしゃあない。 48% はさすがにこれ勝ったらえぐ。あー、 75! その時点で負けやん。はい、やっぱね、うまいっすね。まあ、ただみんながね、ババボンとかさ、こう移動放題とかさ、いや本当にこれ系が、もう陸が、ま、マジで多いの。だからちょっとね、82。うまいな。ちょっとね、高架線過去で頑張っていこうと思います。一回負けたらね、基本的には俺ね、ちょっと休憩する形にしてるので、今回はこんな感じで終わらせていただこうと思います。はい。56位っすね。はい、というわけで今回はですね、ロカランね、上位をね、とにかく目指していこうと思ってますので、応援の方よろしくお願いいたします。はい、あ、ちなみにね、この配置なんだけど、この配置に関しては、なんだっけな、圧倒的に俺がね、星を取れなかった、パーセントを伸ばせなかった配置を、基本的には負けた配置をパクるようにしてます。はい。よかったら皆さんね、この配置使ってみてください。はい。というわけで今日はですね、ハルババのね、ロカランがですね、少しでもね、応援したいっていう気持ちがあったらですね、こちらからチャンネル登録と、高評価する人もよろしくお願いいたします。はい。で、こちらから右側ですね、画面右側にですね、過去動画2本貼っておりますので、まだ見てないという動画がございましたら、よかったら見てみてください。それでは今日はですね、ロカラン上位に食い込んだということで、ご視聴ありがとうございました。